あー、ししろがやり返したやつまだ見てない。ちょっとネタバレやめて。そう、だからまだね、自分の家にね、実は帰ってなくて、っていうのも最近もう自分の家、あのウーパールーパー養殖場みたいになっちゃったからちょっとずつ別宅や白犬の方に試験剤移してたりとか、そこを実家にしつつ、いろんな家ちょっと増やしてたんだよね。まあ、ちょっとマイクラの配信の時にまた見せるんやけど、隠れ家を作ったとか言ってたじゃん。まあ、一つ目がこれなんだけど、オリーがもう見つけてたから、後でまた紹介すんね。マイクラやった時に。資材サバに行きたくなっちゃって、資材サバの横に作ったんだよね。ま、これはもう隠れ家っていうか、特に隠れてもないんだからね。この中はほんとチェストと、エンターチェストと、ベッドしか置いてない。割と見えてます。そう、セーフハウス、セーフハウス。まあ、でも新しい素材とか使って結構楽しい感じになってきた。猫もいるし。うん、配信で作ろう。うん、なんでね、配信外でこういうことが行われてしまうのでしょうかね、本当に。ちゃんと配信内でポルカは建築ができるのかっていうところをいつかやりたいね。配信内でどれぐらいポルカは作れるのか、喋りに集中してしまうのかっていう。ちなみにこれは多分5、6時間持ってからだってなってる。で、あれだね。みこちが見つけた駄菓子屋さんだね。駄菓子屋さん作りたいっていう話してて、学園の横にもうそびえ立つ。絶対にここでみんなノートを買っていくであろうっていう駄菓子屋さんを、この右の建物だね。ポルカでした、これは。ここから斡旋して買ってほしい。ちょっとでもさ、学園の今っぽい雰囲気には合ってないよね。どっちかっていうと多分昭和とかそういう感じの流れなのかなっていう。これ側面か。まあ正面から見たらこんな感じで。あとはニャンニャンをね、ここに置けば。もう向きがね、そう、学園に向いてるからね。じゃあ中にね、UFO キャッチャー的なやつも。いやー、なかなか、なんだろうね。なんかさ、なぜ配信が下手なんだろうね。配信で作れよって。先生にバレバレ。買い食いしたらもうここ先生にバレバレだよね。まあ、今こうやって配信して、事後報告してるわけだからね、結局。酒場とかの現状を見てくれれば多分わかると思うんだけど、全然進んでないやん。内部がまだあれ進んでないのよね。なんかね、配信をしてるっていうだけでさ、何か喋らなくてはっていう、これない？ポルカの悪い、私の悪い癖。ポルカの悪い癖が出てるんだね、これ。なんでやろな。